では、一戦目は、ロイヤルですね。ま、混ぜるね、使います。あ、混ぜるね、使います。いいっすね、いいっすね、いいっすね。今回はちょっと後ろに、モゴーさんがいると。ちょっと、アボーさん。はい。相手の名前見てください、相手の名前。はい。平手ゆうこ。あれっすよ、何ですか？なんだっけ、AKB48 のリーダーっすよ。あ、違う、なんだっけ、違う、AKB じゃねえわ。あ、乃木坂ジャパンの。乃木坂の人です。欅坂40何とかのリーダーっすよ。はい、マジっすか？やばいっすよ、こいつ。倒しましょう。本物ですか、じゃあ。いや、本物、本物、本物。倒しましょうか。はい。マゼルフェインで。マゼルフェインで。ユイガを使ってるけど、二、はい、人で実況してしまう。二人で実況してしまう。ちょっと俺ら近畿を犯してるから。うん、俺ら二人いるから発動しないかもしれないです。マゼルフェイン。俺はもう、俺のもの。これどうします、ここ。いや、これもう剣で潰しましょう。さすがにね、マゼベイン続けくんな。マゼベインでも俺ら2人だから合わせて。合わせて。でもロイヤルには結構、うんうん、マゼベイン相性いいっすよね。な、全然いいっすよね。盤面のあれに強いの。モゴさんマゼベインめっちゃ好きじゃないですか。俺めっちゃ好きっす、ね。はい、だって、はい、レイジを持ってってました。レイジ持ってって俺マゼベイン参照しましたからね。うん、はい。すごい。いや、ちょっとここは。はい、どうすかな。相手まだあれですよね、白黒開けてないですよね。まだ開けてないですね、一旦目は。よし、これ白竜でも泥棒されちゃうんですよね。あれね、そう、散奪される可能性あるんだよね。それがやだよな。卵泥棒されちゃう。うん、いや、白竜。まあ、最初でいいっすよね、これ。うん。ロイヤルって1点あんま除去できないから、実質2点みたいな感じですよね。そうですね。2-2みたいな。卵泥棒が来なければ OK かな。はいはいはい。ザ・ホーリーナイト、ビューン。ピランサー、ランサー、ランサー嫌ですね。ランサー嫌らしいな。え？おいしそうないんだ。ええー。相手これバカっすね。攻撃して理由がないのだって。確かに。守護いっぱい取られるの。まあ、ミスターじゃないですか、多分。プレミス、さすがに。さすがにプレミスか。これはプレミですね。プレミとかそう、操作ミス。ドラゴン、卵。いや、でもこれちょっと嫌なんですよね。ちょっとなんかね、一面どうしても残っちゃいますね。うん。じゃあ、ここは、リトルドラゴンの、はい、チョイス前借りで国立ドラゴン出しましょう。何やそれ、ずるよ。ちょ、ごめんなさい、面白くなかったら面白くないって言ってください。面白い。なんか変な、いや面白い。人んち来るとね、なんかテンション上がっちゃうんですよ、はい、いや面白いですよ。うん、いやどうしましょうかな、まあ。とりあえずやっぱバレキーじゃないですか、ここは。リトルドラゴン。バレキーはエンハンス後でも使えるんですよね。あ、そっか、あ、次のターン使えってことか。じゃあリトル自社か。リトル行くか、うん、まあ、いや、まあリトルですね、リトル。リトルドラゴンで、リトルドラゴンで、取ります。取ります。行きましょう。いや、マゼルベインまで行ければですね。そうです、マゼルベインまで行けるかどうかだね、これ。いや、相手でもあれ入ってる、うん、あれ持ってるからな、マダン持ってますもんね。ああ、マダン持ってるから簡単に取られちゃいますね、ここは。うん。さあ、簡単に取られて。さあ、どうくるか。それでは。今回シャドーバス。どうくる？どうくる？どうくる？おお。そうですか。その自分のモノマネ羅列をしてくるんですね。いい。結構悩んでますね。悩んでますね。平手ゆりかが。もう一回見てください、相手の画面。はい。平手ゆりか。ゆりなです。あ、ゆりなか。ゆりなです。ゆりなか。自分恥ずかしいんですよ、マスターポイント、はい、グランマスになって。あ、そうか、これ見せてないのこれ。いや、生放送で見せてるんですけど、なんかどんどん下がっていくので、うんうん、いや全然。でもだってグランマス1回なってればさ、なって誰も文句言わないですよ。本当ですか、うん、ゼロになっちゃうかもしれない。いただくぞ。おっと、何もかも。でもこれあんま強くないですね。これ強くないですね、うん、でもバルキリー、これで決めます。止めるなら奪うまで。いや、ちょっとやだな。一応取れるから。いや、あ、取れないかこれ。あ、取れますね。引きは輝きとバルキリー進化で、うん、ああそうかそうか、ああそうか、取れた。エンハンス使わないでいければ。ああ、竜の強国を受けた。強国、これでかい。輝きバルキリーです。いや、でも次いけそうじゃないですか、これ。次出せそうですね、普通に。覚悟を決めろ、ね、絶望など断ち切ります。え、こいつのボイスですかこれ。全然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 知らなかった。前半数で出してもボイス変わんないからつまんねんね、はい、あ、そうなんですか。モゴさん、マゼルベイン全種類使ってます。いや、俺試してないの結構ありますよ。マジですか。うん、ネクロとかエルフとか試してない、まだ。これもう絶好の天聖戦士、
ここに立て。それで進行形ミューラー。進化はしない、まあ、進化しないで、進化系はね、進化がやっぱりもっと有効に使いたいですよね。そうですね、うん、いやでもいいですよ、これこれ相手どうする。アーサー来たらどうします。アーサー来たら、あでもアーサー、アーサー来たら進化悪いでしたね俺。いやでも、いやアーサー来た場合の7ターン目どうするか。フォロワー置いて進化取ろうか、強国置いちゃうのか。まあ、アーサー来なかったっすね。あ来ましたよブリンディ、うん、いやこれモゴーさん大好きなブリンディです。これ最強じゃない。モゴーさんめっちゃブリンディ好きですよね。ブリンディマジでもう大地期聖人なんですよ。いやこれ強国で行っちゃってもいい気がする。あでも強国ダメか、強国発動しないんじゃないですか多分。そうですね、うん、どうしようブリンディここで行くのもったいない気がしますね自分。まあ多面取れますからね。そうなんですよ、うん、いや、ま、ベイン行っちゃいますか。あいいと思いますよ。じゃあちょっとこの、はい、マゼルベインです。マゼルベイン、ここに立つ進行権見開いて、見開いてこれで仕事は終わった。いやなんだレイさんも来るかな。誓いの刃をここになんかすごい覚えてますね。誓いの刃をここに重ねよう。これが見つけちゃったー。何ですか。さっきの何の話ですか。何の話ですか。今のレイさんの、レイさんから出てくるナイトの話。おパドラメレク、こいつ今何ですか。3点、3点一応両面取れますよ進化使わずに。まあ取れるんですけど、どうするこれ。ブリンディ進化で、うん、あーそっか、いやあそうかそうか、アドラメリク普通にアドラメリクでパドラメリク出せば一応取れるっていうのはある。パドラ、はい、しかもこれセファルワインの数 5?6?8 で残る。そうですね、58です。58といえばあれじゃないですか。58なんすか。58といえばなんすか。58なんすか。え、なんすか。58いないか。58なかなかいなくないですか。いないっすね。インプランサーが進化してるんですよ。わかりにくいじゃないですか。任せてください。インプランサーもともと3ログス。これなんかブリンディめっちゃさせそうです。これブリンディいけそう。ブリンディスーパーチャンス。いやガルビー、ガルビーいきましたね。ガルビーもいいけど。でもガルビー使っちゃいますか。ガルビー一番いい。いく？ガルビーだってこれとこれ取れて、これも、あでもブリンディでもいいのかな。ブリンディでもいい気がすんだよな俺。たくさんブリンディで。そうそうそう。ガルビーはアーサーに合わせればいいから。そっか。ギルニーズいいですね。ギルニーズで進化取っときましょうかね。これが私のオーバーチュア。これもうブリンディ置いちゃう。いやでも進化できるかな。やっぱ面白いですね、やっぱ人とやると意見分かる。面白いですね、うん、え、なんかこの間のプロとのやつあったじゃないですか、うん、あったどうでした、面白かった。いやだってでもあれ結局、はい、プロより俺が正しいわけがないからプロの人たちにも従っとけばいいみたいな感じで正直ラジコン状態でしたね俺。ああ、うん、いやでも確かに聞いちゃいますよね、なんか頼りすぎちゃう。そう頼りすぎちゃう、うん、いやなんか新鮮楽しいですけど、あれ、ね、配信者の意思とか関係ないからな、ね、企画。いやこれどうすかな。いやこの前、いや進化はギルニーズ使いたいですよね。進化でやれば確実に、いや俺ここは俺は進化切る、進化切ります、ぶっちゃけ切ります。俺はここは切りましょうか、うん、じゃあでしょ。これモコさんのブリンディなので、だって相手ダンサー多分もう3枚切ってますね。3枚切ってるから、うん、多分このブリンディ取れないですよ。すげえんだな。いやブリンディやばいっすよね、マゼルベイン。ブリンディブリブリっすね。ブリブリ強すぎるんだよな。あーさ、平手ゆりかさん、ゆりなさん、ちょっともうこれ泣いてんじゃないですか、画面の前で。ブリンディが、ちょっとできないよ。ブリンディ、強すぎるよ。え、知ってますか、その人。平手ゆりなさんって人。なんかでも、その、乗り方で、はい、メンヘラな人だし、メンヘラっていうか。あ、分かったかもしれない。あ、たまにニュースで見ますよ、多分。分かったかもしれない。なんか結構若い人ですよね。そうそう、若い、めっちゃ若い。なんか、戦場に嵐を起こす。もっと若い。あ、若い。18とか。17か。分かんないです。なんかめっちゃ若いんですよね。めっちゃ若かった気がします。メンヘラなの分かったけど、そうなんかしょっちゅう対象があるんで、ファンと進化されるみたいな。そんななんか、し
金髪。うわー、このアリーザめっちゃいいね。アリーザ使います？なんでもいいっすね、これ。新髪でもいいし。新髪。アリーザ新髪にしましょうか。ああ、いいね、それも。それ一応、それなら確定で全面取れる。で、アリーザ一応、プラス1プラス1で強くなるんで。いいっすね、それがいい。どうしましょう。もう2枚しかないですからね、相手。ね、で、新罰。やっぱりその4がまず取れないみたいな。そうですね。感じになりそうだけど。3奪しかいなくないですか。絶決しか。絶決の3奪しかいないですね。満ちた世界は今日で勝つ。勝つるまで奪います。あ、でもこれ取れますね。これ取れます、ね、純白に染めます。これガチューン応募しとってください。任せてください。いやでもなんかカバーされちゃうとちょっと黒にカバーされちゃうとちょっと嫌です。あ、そっか。この盤面、あ、でもこれが寛容なんでね。この盤面漆黒に落ちてる。なんかちょっと違う。ちょっとなんか声の感じがこれもガルミーヌじゃないですか。ガルミーヌを次嵐で貸しでしょ。ぶっ刺していって、そうですね。あ、そっかそっかそっか。ガルミーヌって固定なんでしょ、ここ。そうですね。ガルミーヌ固定やばいな。マゼルベインプラスガルミーヌやばいですね。やばい。ガルミーヌを克服します。勝ちましたよ。ちょっと心折れちゃったんじゃないですか。ちょっとメンタルブレイクですか。ちょっとメンタルブレイク。ブレイク成功です。成功だ。もともとメンタル弱ってる人間のメンタルさんに明かしてるっていう。おお、もらえた結構。